アッシュレディオ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。コビを売ってる飲食店が多いな。ほう。インスタグラムにコビを売りすぎじゃないか。最近の飲食店は。というと、なんか肉をちょっと綺麗にして、はいはいはい、なんかこう手に持って、うん、おじさんがこうやってる。はいはいはい。寿司もそうじゃないですか。はいはいはい。ちょっとインスタグラムにコビを売りすぎな気がしますね。あれはどうですか。まあコビの定義から始めたいよね。そうそう。おお、なるほど。コビを売るってなんだろうね。コビって内心はそうじゃないのに、自分の利益のためにコビへつらうってことだよね。うん。だから内心と利益が違うってこと。そうなんですか。え、それ以外の時にコビを売るっていうことを使わない。内心と利益が違う。要は例えば、自分はこの人のことを尊敬しないのに、この人が金持ちだっていう自分の利益があったら、うん、そうですそうです。上司にペコペコするのは自分の出世のためみたいな。田中幸太郎みたいな。そう、コビはそうですね。そういうことだ、ね。って言ったっていうその構造を反映すると、うん、汎用すると、うん、要はインスタ、なんだろう、本当は料理なんか綺麗に盛り付けたくないと思ってるのに、自分の利益あると思って綺麗に盛り付けてる。うん。っていうことではないんじゃない？やっぱそうなんですか。そういうことじゃないんですかね。だからそれはコビじゃなくて活用になるじゃない。ああ、活用するだけ。例えばなんか寿司屋とかが、うん、なんだインスタグラムそんな見てくるなんか客じゃねえ、ふざけんなバカ野郎って思ってるのに、うん、インスタグラマーにちやほやなんかこう、うん、どうですかってやるのはコビだけど、うん、じゃない。いやでもこの間コビ売ってましたよ。あれはどこの中目黒の寿司屋に行ったんですけど、うん、なんか開かずなんですよ、うん、でも絶対インスタグラムなかったらやんないんだろうっていう演出するんですよ。ああ、それ演出なんじゃない。いやでもコビ売ってんなって思っちゃいましたね。なんか赤酢、白い酢飯に赤い酢をかける演出するんですけど、なんかゾウさんの可愛い緑のじょうろでこうやるんですよ、はいはいはい、でこのゾウさんには名前がありますみたいな、はいはいはい、と言って何を言ってんだこれ。なるほど。あ、なるほどなるほど。なんかなんか港区が喜びそうだな。わかる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 。港区今も面白いね。港区が喜びそう。港区が喜び、港区に恋言ってるのかもしれないですね。そうだね、うん、なんかそういう寿司屋とか、うん、最近のあの肉屋とかそういうところがなんか港区を作り上げてるのもあるよ、うん、なるほどね。逆にね。だから本当は港区の人って実はそんなことを求めてなかったかもね、最初は。あでもそいつらがあまりにもそんなことやるもんだから、うん、だから結構飲食店も勘違いしてんだよね。なるほどね。最近だとなんかインスタグラムの投稿やめてくださいとか、はいはいはい、なんかそういうとこもあるよ、うん、でもなんかその食べログとかはダメだけどインスタグラムはいいよみたいなのあるじゃないですか。ああ、あるね。あれ戦略ですよね。確かに。まあ食べログもね一世を風靡したけど、果たして食べログなのかっていうのはどうなんだろうね。食べログってあんまでも見ないんですけど、みんなは食べログで判断するんですかね。食べログで判断する人は食べログで判断するよね。3.5 を超えたらいい店っぽい。そう、3.4 とか5でいい店でしょみたいですね。でもそれでなんか 2.2 とかなったらどうすんの。でもその口コミで言うと、うん、口コミがいいに越したことはもちろんないんだけど、うん、なんか、まあ、飲食ってどうなんだろうね。例えば1人7万円する店があるとするじゃん、うん、それってなんか全員にアンケート取ったら評価は下がるよね。まあそうっすね。もう日本国民全員にやったら下がりますよ。でも行ける人からしたらなんかそれ本当にうまかったら喜ばれるよね、うん、で何を基準にその星がついてるのかっていうのが明確じゃないですよね。だしなんか食べログ
に投稿したことない人がほとんどなわけで、うん、だったらマクドナルドとか吉野家が一番食べる高いはずじゃない。いやそうなんだ、うん、テリヤキマックバーガーなんかすごいあれコストパフォーマンス半端ないですいやそうなんだ、普通にうまいんだなやっぱり。うまい。いやそうなんだよな、なんかそうするなんかちょっとアホらしくなってくんだよなめちゃめちゃこの間さ初めてあのチキンマックナゲット食べながらビール飲んだんですけど、おもう世界で一番幸せだなるほどね。質問に言いましょうか。言いましょう。おはようございます。おはようございます、学びが多くいつもワクワクしながら拝聴しております。ありがとうございます。1点お聞きしたいことがあります、いつも配信中にスタバのコーヒーを飲んでいますが、タンブラーを使わない理由を知りたいです。僕は少しでも環境のことを考えると紙バッグよりもタンブラーの方がいいのではと思い、タンブラーでスタバのコーヒーを飲んでいます。僕がタンブラーを使う理由は環境面でしか捉えられておりませんが、アシナさんはどのような考えで紙バッグを使っているか知りたく質問いたしました。なるほどね。はい、容量だね。容量違うんですか僕がも僕タンブラー1個持ってるけど、タンブラー400しか買えないんですか。そうなんですね。トールぐらいしか買えないんですか。グランデのやつがあったらぜひ確かに使いたい。あれそんな好きしか入んないですね、うん、あれっていくらで入れてくれるんですか。少ないのかわかんない、まあ、ベンティー、うん、ベンティーで飲みたいですもんね、うん、サイズ的にはベンティーぐらいありそうですけど、ね、まあそんな特になんかあの大それたら言わないけど、ね、ちょっと面倒いからぐらいの話、うん、タンブラーって洗うの面倒くさいですよね。そう、そこもなんかねいろんなあれがあるけど、その地球環境的な話はね、うん、これでハイボールタンブラーみたいなのもらって、ほうすごいですよ。何もう氷が溶けない中の。なんでもうなんていうんですか、熱を全く通さないんですよ、手の熱も外の熱も。なるほどなるほど、うん、すごかったです。いいですね、うん、ってことは結露しないんだ。全くしない。あー美しいね。はい、ただちょっとハイボールなんでウイスキーがどんだけ入ったか見えないんですよ。ほう、だからあれを買いました。 あれを買おうと思いました。あれね、あれこれ砂時計みたいですねそう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 。あとあれももらいました。炭酸作る機械。ソーダストリーム。ソーダストリーム。あー、でも炭酸は、うん、やっぱりウィルキンソンが一番いいよ。どういった点で？強い。あー、強炭酸。うん。確かに。ただウィルキンソンのデメリットは、うん、あの置いといたらもう終わる。終わる。あの一回キャップ開けたら、あー次の日は絶対使えない。そうっすね。確かに。赤たてのウィルキンソンはすごいな、あれ。うん、だから飲食店のウィルキンソンってあれが多いんですよ、瓶が。あ、割るとき。はいはいはい。なんだろう、でも使い切りができる。ああ、とあの閉める威力が多分強いです。閉める専用の蓋があるんですよ。ああ、瓶を。はい、でも瓶ぐらいすぐ飲んじゃうじゃん。そうっすね。だからペットボトルだと残っちゃうっていう、使い切れるっていうあれじゃないですか。まあ、いずれにせよすごいウィルキンソン。うん、あの最近は僕はあれですね、緑の炭酸水です。ペリエ。いや、なんだっけ名前忘れちゃった。いつも僕サンペレ。あ、そう、サンペレグリノ。あそこら辺は天然炭酸水じゃない確かね。あ、天然なんすか。天然炭酸水だった。へぇ、それなんかヨーロッパがどっかで組んで引き始めてみたいな感じ、はい、そうなの。ペリエとサンペレはあれは自己肯定感わかりますよあとなんか青い水ね。青い水。ビーツウォーター。ビーツウォーターね。あれめっちゃ良くて、飲み口が大きいんで、うん、いいっすね。美味しく感じる。いいんだね。グビグビいきます、うん、水ね。あとあれですね、コントレックス。コントレックスね。コントレックスは香水じゃん。香水。めちゃめちゃまずい。まずいよね。はい。でもあれになれると逆に軟水がまずくなりますね。そうなんだ。はい、なあ、まずいって飲みにくいんだよね。うん、あのいろんなもん入りまくって。そうですね。マグネシウム、カルシウム的なものが。うん、
便通は良くなるんじゃないですか。確かにコントレックス、香水飲んだら下痢になる人とかもいるからね、うん、でもマグネシウム、マグネシウム流行ったなもう一回マグネシウム飲もうかな。え、やっぱり結果出るんですか。出る出る出る。へえ。成長作用はえぐい。え、いくら食べてもいいんですか。いくら食べてもカロリーゼロだマグネシウム飲んだらだったらやりたいな。もう一回ちゃんとやらないとな。そうこうしてるうちにひょんなことからちょっと寿司屋、お寿司屋さんを始めるかもしれないから。それひょんすぎますね。ひょんなことから世界最強のビジネスモデルを開発して、寿司で、寿司でちょっとひょんなことすぎますね、うん、寿司屋、港区に一石を投じる寿司屋媚びを売らない、媚びを売らない寿司媚びっていう、あー、いや、飲食店がすごく難しいのと、僕は何を考えてるかっていうと、うん、多分お寿司屋さんと焼肉屋さんをやるんだよ。ほう。で、焼き鳥屋さんをやるかどうか迷ってて、うん、でも寿司屋と焼肉屋やろうと思ってて、うん、全部カウンターの、うん、焼肉も、焼肉もカウンター、おお、カウンターで6席、おお、焼肉は8席ぐらいだと思ってて、はい。ただこれお店をたくさん作っちゃうと、うん、ブランド価値が下がる、はいはいはい、っていうところで悩んでる。なるほど。だから2店舗かな、うん、まあ、2店舗でもいいけど、2店舗なんか実は系列だったみたいなのが一番いいんじゃないですか。あ、全然違う名前なのに。なるほど、ね、あっちはカタカナ、こっちは漢字なのに、はいはいはい、寿司ピエンとかこれ込みてるか、ちょっと渋谷区込みてる寿司ピエン、すっと寿司パオン系列で寿司屋の名前つけたいですね。じゃあ、うまそうな寿司屋、寿司屋の名前で、え、だからあの基本的には大将の名前だよね。うん、寿司荒川で、大体どっちかがひらがな寿司山崎とか、うん、確かに。あとウイスキーの名前で大喜利とかもできます。ウイスキー、はい、山崎10年とか、どういうどういうどういう、アシナ5年とか、あなんかそのありそうなウイスキーの名前を答えようみたいな、はい、それチョコプラがやってました余韻2年そう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 、長いな余韻ありがとうございました。ありがとうございました。